東京工業大学附属科学技術高等学校。東京工業大学附属科学技術高等学校。東京工業大学附属科学技術高等学校。英語、東京テックハイスクールオブサイエンステクノロジーは、東京都港区芝浦三丁目に所在する国立高等学校。全日制の家庭に科学技術科を設置している国立大学法人東京工業大学の 付属学校、スーパーグローバルハイスクール指定校。略称は、東高大付属、東高大有属。同校は1951年、昭和26年4月1日、職工系であった、千葉大学東京工業、専門学校付属工芸高等学校と、電波系であった、千葉大学東京工業専門学校付属電波、工芸高等学校が、 東京工業大学に移され合併してできた東京工業大学附属工業高等学校が始まりである。2005年、平成17年4月1日、東京工業大学独立行政法人化の翌年に改称、改祖し、それまでの語学科、機械、電気、電子、工業科学、建築を科学、技術科に統合、2年次以降5つの分野、応用科学、 情報システム、機械システム、電気電子、建築デザインに分かれることに行った。東京工業大学田町キャンパス内にあり、正門入って、左手には、キャンパスイノベーションセンター東京が存在する。戦前には、東京高等工芸学校、現地場大学工学部があり、その中に、東京放送局、現 NHK の仮放送所が設置され、日本のラジオ放送の 第一声がここから放送された。これらを記念する東京高等工芸学校創設の地、放送記念碑と刻まれた石文みが敷地の外に建立されている。国立唯一の工業系専門高校である。なお、東京工業大学による田町キャンパスの再編に伴い、2020年代前半を目安に大岡山キャンパスへ移転される予定である。 推薦入試は分野別募集だが、一般入試は一括募集で、2年進学時に希望、適正などから各分野へ分かれる。従来の高等学校工業科のカリキュラムを基本としており、普通教科の比重が他の工業高校と比べて多い。1年次は普通教科と分野共通の工業科目、専門共通科目を履修し、2年次から各分野の専門共通科目、 分野科目を学ぶ。三年時は分野科目と課題研究が中心となる。一般入試入学生の分野決めは基本的に希望による選択だが偏りがあると成績順となる。その選考用に一年時の一学期中間、期末、二学期中間、期末、三学期学年末試験の総合類型成績が用いられる。 2年次以降の専門共通科目は、各分野の特色を活かした内容で構成されている。3年次には類型選択、自由選択を設け、数学3は5段階の修熟度別編成を行っている。数学の単位数が、普通科高校並みに多く、理科は、物理、科学を履修する。文系科目は必要最低限のみの履修となっており、例えば世界史は、 世界史へしか履修できないため、大学の文系へ進学する場合、私立大学の一部などに限られている。同校では2年次の専門科目の時から書く、分野独特のレポートが課せられ、提出しないと表情はつかない、レベルの高いものとなっている。また一部の科目では、優秀なレポートが表彰されることもある。レポートの数は、所属分野にもよるが、一人年間でおよそ30本。 程度であり勉強との並立をうまく考えなななければならない国立では珍しく併設大学、東京工業大学への推薦入学制度が2004年度、卒業生から導入されており、毎年10名程度が選抜されている。どのような観点で推薦者が決まるのか、学外にあまり講示されていない。3年時の課題研究、3年時8月に行われる。 広大連携教育システム、サマーチャレンジでの大学側の評価が選抜の主な材料取れている。単に成績が良いだけでは通用せず、粘り強い積極性、集中力、思考力、発表力、決断力が要求される。私服校である。校風は非常に自由とされるが、選抜、パーマは禁止である。持ち込み禁止のものは特になく、校内の無線乱は、 生徒の使用が可能である。エアコン等の設備が整っているが食堂がなく、弁当持参。または周辺のスーパーコンビニ等を利用する。驚愕であるが男子の割合が約8割と圧倒的に多い。普通科の高校と比べて変わった工夫にある。生徒の活動は全て自分自身の責任である。毎年5月に行われる体育祭のリハーサルなどは、 前日からといった具合である。2002年度から3年間、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに指定された。その後2005年度から2009年度までの5年間延長指定され、さらに2010年度から2014年度までの5年間、続いて2016年度から2020年度まで4期目の指定を受けた。さらに2015年度から5年間、 文部科学省のスーパーグローバルハイスクールに指定された。1995年度から1997年度の文部省、当時研究開発学校指定を受けて開発された。当初は人と技術という名称であったが、現在は変更されている。この科目開発の成果は、工業科学習指導要領に取り入れられ、工業科必ず履修科目である。 工業技術基礎に生かされている。ロボット、電力、都市、環境と人間、技術者倫理、情報モラルの6つの内容を各教員からオムニバス方式で学ぶ。東高大教授による特別講義や横浜港未来21などへのフィールドワークといった校外学習もある。2002年度から2004年度に行われた第1回。 SSH 研究開発により開発された先端科学技術であっても高校の理系科目の基礎が活用されていることを東工大での研究事例により学ぶ東京工業大学工大祭10月で公開されている研究室を3つ以上見学しその中の1つをレポートにまとめる東工大で1日かけて行われる午前は 東京大教授の講演、午後は二つの研究室を希望して、見学、研究内容などの説明を受ける。一つの研究室について、レポートを提出し、優秀なレポートに選ばれた生徒は、教授、生徒の前でプレゼンを行う。2006年に、タイのカセサート大学附属高校、2010年に、フィリピンのデラサール大学附属高校と、国際交流協定を締結している。 生徒の大半が理工系大学、学部を志望している。進学先は、東京理科大学が一番多く、国公立大学では、内部推薦を含めると、東京工業大学が一番多い。その他、東京大学、電気通信大学、東京農工大学、横浜国立大学、筑波大学、首都大学東京などの関東の、 国公立大学工学系学部、早稲田大学、慶応義塾大学、明治大学の理工学部、柴浦工業大学や東京電機大学などの私立、理工系単科大学への進学が多い。推薦入試、出願時に5分野、応用科学、情報システム、機械システム、電気電子、建築デザインから選択。各分野12名以内。試験科目は、 小テスト、数学100点、理科第一分野100点、計50分、面接。一般入試、推薦入試合格者と合わせて200名、つまり、最大140名。試験科目は、国語、100点、50分、数学、150点、70分、英語、100点、50分、調査書、50点、中学3年間の成績合計27、10の、 計400点満点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。